はい、それではここからはさまざまな国際問題をやっていきます、まあ、国際問題の中でもかなり大きいのは地球環境問題だ、今地球環境問題ではさまざまなものが、まあ砂漠化だとか地球温暖化だとか、それから、まあ、オゾン層の破壊だとかさまざまなものがあります。はい、こういった問題について、どういうふうな取り組みをされているのか、学習課題です。環境問題解決に向けてどのような取り組みがされているのかということをちょっと学んでいきたいなというふうに思います。はい、で、環境問題についてはさっき言ったように、まあ、砂漠化、これは森林伐採などをして、土地が、もうむき出しになってしまって、で、作物が育たなくなってしまうというようなものですよね。でそれから、まあ、大気汚染と言われるものは、まあ、酸性雨であったりとか、まあそういったもので、の原因になったり、それからフロンガスによるオゾン層の破壊、それから、まあ、地球温暖化にも、まあ、影響を与えているということですよね。で、そもそもこういったことって、環境問題ってなぜ起こってくるのかというと、我々の生活を快適にするために起こってきていると。実は快適にしようと思って、やっているとより快適じゃないような将来が待ってるかもしれないっていうことなんですよね。だから目の前の快適さというのを求めると非常に、それは確かに大事なんだけども、その快適さでずっとやっていけるかというと、継続的にそれを持続的にやっていくことはできないかもしれないっていうところに入ってくるわけですよね。ただ一方で、その快適さを捨てれば、地球環境は守れるから、結果的に自分たちが快適になれるかというと、そうではなくないかもしれないと。目の前の快適さを捨てることによって、もしかしたら誰かが我慢させられているという感じになるかもしれないし、もしくはそれを我慢したことによって、すぐに何人かの人がもう亡くなってしまうかもしれない、まあ、確かにそのエアコンというものが、地球温暖化に影響を与えるが、エアコンをじゃあ切って生活すると、まあ、熱中症で倒れたり、冬場も凍死したりする可能性が出てくるわけですよね。だから、どういうふうにして、本当に快適な生活を送るために方法はどういうふうにしたらいいのかということは、もう一度ちょっと考えていく必要があるということだと思うんですよね。で、地球温暖化のことをちょっと考えていきたいということなんですが、地球温暖化は基本的になことですが、温室効果ガスというものが原因になっているということが言われています。まあ、特に CO2 二酸化炭素の増加ですね。で、いや今まで結構二酸化炭素じゃないんじゃないとか、実はその、まあ、太陽の動きがちょっと活発になったっていう感じとか、まあ、いろいろあるのかなとか、まあ地球全体の流れで見ると、まあ、どちらかというとまだ寒い方で、昔はもっともっと暑かったよとかいう主張だったりとか、もうこの別にこの地球温暖化と温室効果ガス、CO2 とか関係ないんじゃないっていう人もいたんですね。いたけども、やっぱりもう間違いないんじゃないかというふうに、まあ、最近では言われています。で、特にこの地球温暖化の問題点というのは、よく言われるのがこう地球の、ね、極にある氷、まあ、大陸の上の氷とか南極大陸の氷とかが溶けて海に流れ出すと、海がこう海水面が上昇して、海沿いの地域が、水没しちゃうということですよね。で、住めなくなっちゃうということがあると思うんです。まあ、これが一番分かりやすい地球温暖化の被害だと思うんですね。で、ただそれだけじゃないぞっていうことはやっぱり結構言われています。例えば、干ばつ、これは暖かくなりすぎることによって、土地が干からびてしまったり、で作物が
育たなくなってしまう。または逆に水が多くなる洪水、まあ、洪水って何で起きるのっていうと、あの雨がたくさん降ることによってなんですが、まあ、あの気温が上昇することによって、その蒸発するスピードがバッと速くなって、でそこから大量の雨が降って、それが洪水を引き起こしたりするようなんですよね。でさらに暖かいこと、暑いことによって熱波が発生し、その暑いこう風がですね、火を放つようになって、山火事が多発するなんていうことが起こると。うん、で、さらに山火事が増えると、これであのまたあの CO2 の、 あの増加になりますから、もうこれは悪循環ですし、またあのその先ほどの上昇気流の話をしましたが、これがまあ台風の、が多発することにもつながっていくというようなことで、温室効果、地球温暖化が起こす災害というのはかなりいろんなものがあるんだと。だからこれはあの何とかしなきゃいけないということで、まあ、国際社会の取り組みの一つとしては国連環境開発会議地球サミットというのが1992年に開催されました。でその後ですね、京都議定書、これ、我々の国日本の京都で行われた会議における取り決めですが、これは画期的だったわけです。なぜなら、CO2 をどれくらい削減するかっていう削減目標が出たということですね。ちゃんとこれくらい削減しましょうっていうね、義務付ける数字が出たわけです。で、これは、まあ、最初はこうアメリカも入ってたが離脱しちゃうんですね、ブッシュ大統領当時ですが。まあ理由は何かというと、一つ目にこれ先進国にだけしか義務が課せられてない、これダメなんじゃないのかと、途上国もいろいろたくさん、CO2 排出しているのに途上国はやらなくていい、先進国だけまずやろう、これはちょっと不公平だよということと、もう一つはこれをその CO2 削減しちゃうと、アメリカの経済が悪くなる、でこれは良くないというところで離脱してしまったんですね。まあ、経済が悪くなるっていうのは、その例えば CO2 の多く出る火力発電っていうのを変えて別の自然エネルギーとかに変えなきゃいけないですが、自然エネルギーとかに変えちゃうとやっぱりお金がかかるので、電力も値段を上げなきゃいけない。でそうするといろんな工場は困っていく、でそれで全体的に悪くなる、まあ、それはちょっとやりたくないということで、抜けてしまったんですよね。でただこれについてはやっぱりアメリカ自体もこれ良くないんじゃない、ちゃんとアメリカっていうのがリーダーシップを取っていかなきゃいけないという流れの中で、これパリ協定というのが結ばれます。これはオバマ大統領、黒人初のね、大統領で有名なあのオバマ大統領が、アメリカがリーダーシップを取っていろんな国を、まあ、巻き込んで、そしてもう全ての国がもうその CO2 削減に向けて、目標を設定しましょうと。そして、まあ、産業革命以降の気温でせめて2度の上昇、2度未満に抑えましょうという取り決めをしたと。まあ努力目標 1.5 度だったと思うんですが、まあそれは難しいにしても2度上がる、ここを上限に目標を立てましょうということで、まあパリ協定というのが結ばれたわけですね。はい。まあ、このパリ協定についても後アメリカでは政権交代があってトランプ大統領になった時にこれは離脱するけど、トランプ大統領が大統領を辞めてその後バイデン大統領になったら、このバイデンさんはまた復帰するという形で、現在はこのパリ協定にアメリカは残っています、残っていますが、はい、これについては今後も多くの国で CO2 をきっちりと削減して、将来に残せる地球を作ろうと
ということですよね、になってます。で、問題解決に向けてですが、まあ、以前から動画の中で何回も出てきたあの SDGs、持続可能な開発目標のその持続可能な社会、というものの考え方にのっとって、今の生きている人たちが利益を得られるだけの世界ではなくて、100年後200年後にもちゃんと住みやすい地球を残す義務が我々にはあるんじゃないかという考え方からもCO2 温室効果ガスの、を削減していく、これをもう世界で協調して、共にやっていこうというのがこのパリ協定になります。これを今後ちゃんとやっていくというふうに今はなっているんだということになります。では学習課題です。環境問題解決に向けてどのような取り組みがされているのか、もう一回考えてみてほしいなと思います。はい、以上です。